時々身の危険を感じることがあるんで、身の危険を感じる時にはどうするかっつったら、一応カバンを持ち歩いてたんですよ。昔向こうが刺してきたらカバンでせめて防ごうとしようと。今日は、仕事をしてると恩師と仕事っていうか調査をしてたんですが、恩師と父の言葉を思い出しましてね、まあ本当に恩師にはいろいろなことを教えていただきました。まあ父が存命中には私は若かったもんですから、さほど多くの教えを受けたわけじゃないんですが、やはり影響大きいですね。一つだけ紹介をいたします。恩師から習ったのがですね、私は1972年の石油ショックの時にですね、もう石油がなくなるというふうにメディアがどんどん放送してたわけですね。成長の限界という言葉も本も出て、言葉も流行りましてね、その当時の日本の指導する人たちっていうのは、もう成長には限界が来るんだ、樽を知るなんつってですね、大いに生やし立ってたわけですよ。で、私もそれに間違っちゃったんですね。私が今 NHK に非常に厳しいのは自分の体験もあるんですよ。私はその時まで NHK を信用してたんです。実は NHK は我々に正しい情報を伝えてくれるというふうに信頼しておりました。信頼してる人とか信頼してるものから裏切られるっていうのは本当に人生辛いもんですね。 NHK が盛んに、あと石油は30年でなくなると毎日繰り返しましたね。そして、母親が一生懸命トイレットペーパーを買い漁っておりました。本当に石油がもう買えなくなるっていうんで、競争的な騒ぎになったわけですね。そして私もそれについ騙されまして、まあ、原子力の方に行ったのも、私の人生を狂わせたのもその NHK の放送だったんですね。 NHK だけが悪いわけじゃありません。民放も評論家もみんなそう言ってたわけですから、それはいいんですけど、私は NHK は正しいことを言ってくれるというふうに思っていたもんですからね。ですから、まあ受信料を払ってるっていう点でも自分たちのためにやってくれてるんだっていうふうに思ってたもんですから、まあ、それが錯覚であるってことはその時に気がついたわけですね。私の若き頃ですよ。その時にまあそういうことを言ったり書物を書いたりしてたら、恩師からですね、一通のハガキが来ましてね、非常に簡単な。そこにこう書いてあるんですね。資源は時間が経つとその増えていくんだけど、もしも資源が地下にあって掘っていくとなくなっていくっていうならば、時間が経ったら減っていくんじゃないかって、ただそれだけなんですね。この恩師の言い方は非常に正しいわけで、どうしかっていうと全部を説明しない、あなたはここを間違ってますよとも言わない、先生は先生っていうかな、その恩師はですね、私が石油がなくなると思ったり言ったりしてることをちょっと考えさせなきゃいけないと思われたわけですね。そして私はそれから急に調べ始めたわけですよ、自分で。それまで NHK の言う通りだったんですね。情けないことに技術者でありながら NHK の言う通りを思ってるなんてのは本当に情けない話なんですが、まあ情けなかったわけですよ。そしたらですね、今でも記録を残してあるんですが、動画1970年から1995年までの25年間で変化したこと、銅が寿命が36年から61年に伸びてるんですね。もちろん時間が経って人間が使ってるわけですよ。埋蔵量は何百トンと決まってて、生産量は何トン何十トンと決まってて、それで、徐々に掘っていくわけですから、寿命は減っていくはずですよね。石油もそうですよ。石油は今みたいに使っていったらなくなるって言ってるわけです。30年でなくなるって言ってるわけですから。それが銅の寿命は36年から資源寿命ですね、36年から61年伸びてる、約倍。それから鉛ですね、これも26年から46年に伸びてる。亜鉛23年から49年にこれはもう2倍以上に伸びてる。要するに資源は時間が経つと伸びてるんですよ。で、石油は時間が経つとなくなるって言うんですよ。この差は何かなと。
そう考えましてね、今考えてる本当のことが分かってきたわけです。それは石油の値段を上げるためにこの資源に共通したある特徴ですね。通常は使用していくとともに埋蔵量が上がっていく、つまり必要がなかったら探さないんですよね。地下にありますから、探せばまだまだいくらもあるということを示してるってことに気がついたわけですよ。で、自分で石油の寿命っていうのを計算してみたんですね。理論計算してみたらだいたい1000万年とかそういうのが出てくるんですね。まあ、石油は大昔の生物の死骸ですし、生物の中でどのくらい地下に埋まったかっていうのもだいたい研究がありますからね。合理的に計算したら、まあ1000万年は無理でも100万年ぐらいあると。ただ今必要ないものは掘ってないと、まあ、またむやみに掘っていっぱいあるとなると値段が下がると。それからいろいろ調べたらですね、まあこれはあのヨーロッパとかアメリカの英語を読んだらですね、実に石油がなくなるっていうのは石油がなくなるんじゃなくて石油の値段を上げたかったためのビジネス上の活動だと、嘘なんだっていうことが分かったわけです。その後さらにそれはおそらく NHK が分かってただろうという資料がいっぱい出てきましてね、あらと思って、 NHK は石油がなくなるということじゃなくてこれは石油の値段を上げたいための国際石油資本の作戦なんだと知ってて日本国民に放送したってことが分かったわけですよ。それでもう NHK も全然信用しなくなりましたね。でその後の例えばリサイクルとかダイオキシンなんかの時に、私はもう NHK の言うことは全く信用しませんで自分で調べました。したらリサイクルは意味がない、ダイオキシンは毒物じゃないっていうのが分かってですね、まあ、それをなぜリサイクルが大切か、ダイオキシンが毒物だと言ったのかという NHK の方針も分かるようになりまして、まあ、恩師というのはそういうもんだなと思いましたね。まあ、それに関係する父の言葉ですね。父は数学者でしたから、そういう具体的なことを私に言って、まあ、親子関係でもありますからね。ある時にこう言いましたね。私国彦って国、生きてる間に評価されるなよ、生きてる間に世の中に評価されるなよとこう言ったわけですね。まあ、言われたのは大学生ぐらいだっただと思うんですね。父は我々早く亡くなりまし、他界しまして、私が技術者になってしばらくしたらお亡くなりましたから、まあその身内ですから敬語使っちゃいけないんで他界しましたんでね、年取ってから父の教えを受けることはできませんでしたが、若い頃には父がそう言ったわけですね。最初意味が分かりませんでした。評価されてはいけないなんでだろうなと思いましたけど、まあ恩師に会う頃には儲かりましたね。つまり世の中から評価されるっていうのは NHK 通りに言うってことなんですよね。つまり NHK が放送しますとみんながそう思ってますね。私なんかも NHK を信じてたということは、世の中の人が評価するってのは、私が、石油はもうなくなるんだとか、それから樽を知るとか、そういうことを言えば、つまり学問的な嘘を言えば世間は喜ぶ、つまり世間は嘘をつくものだ、自分が儲けたいために、嘘をつくもんだ、だからそれは知ってなきゃいけない、だから、その学問を目指すんであれば、世間がその国彦を評価されるというのはダメなんだとこう言ったわけですね。それで私はそれもありましてね、世間にどう思われようと自分は、まあ、学問というのは非常に難しいもんで、学問だから正しいってことないんですよ。学問間違ってることいくらでもあるんですね。だけども自分としては少なくとも世間が言ってるからそれに乗って言って評価を上げようとは思わないっていうね、そこはもうしっかりいたしまして、それで今でもですね、時々言われるんですよ。武田先生は名声もあるし名前もよく通っている、まあお金に困ることもない、 なのに、なんでそんな一生懸命朝から晩まで調査したり人に恨まれるような、あの悪口を、僕なんかよく罵倒されますからね、よく罵倒されることを言うのかと言われますが、私はそこは父の言葉を受け継いでおりましてね、いいんだと。罵倒する人は NHK を見て
事実を調べないで私を罵倒してるわけですから、それは別にそれほど問題ではない。ただ時々身の危険を感じることがあるんで、身の危険を感じるときにはどうするかって言ったら、一応カバンを持ち歩いてたんですよ。昔向こうが刺してきたらカバンでせめて防ごうとしようと。もちろん運動神経によってダメな時はありますけどね、まあそのように思いました。私にとっては私の人生が非常に良かったつか、まだ、まあ、死んでないんですけど、私の人生が非常に良かったのは、やはり恩師がハッと思わせてくれ、父が本質的な言葉ですね。学者であれば、学問をやるなら、世間の生きてるうちに世間が評価してはダメだと。世間というのは死ん